智頭急行は国鉄の未成線、智頭線を完成させた鉄道会社です。智頭というのは因美線の駅で、兵庫県の山陽本線、上郡駅から分岐し、佐与駅を経由して、岡山県の大原駅などを経由し、鳥取県八頭郡智頭町の智頭駅までの路線です。智頭から先の区間は既存の東津山駅から鳥取駅を結ぶ因美線に直通する形態をとっています。経営は安定していて、第3セクターでは収益性トップです。京都駅から鳥取駅の高速機動車特急、スーパーハクトが運行されています。振り子式機動車で、130キロ運転までできるなかなか珍しい機動車で、過剰性能に思われがちですが、そうでもありません。設立の経緯を考えたら、当然の流れです。そもそも、智頭急行は鳥取県の中心部、鳥取市が非電化で、遅いローカル特急しか来ない県でしたので、これを改善するために、機動車でもいいから、高速で移動する手段が欲しかったのです。そんな時、鉄道建設公団が建設をやめた智頭線が使えそうだったので、これを最大限活用し、高規格な路線ですから、鳥取への高速アクセスを可能にできると踏んだのです。つまりこの智頭急行は3県にまたがるものの、鳥取県ありきの鉄道であるのです。それ以外の地域に大きなメリットはないですからね。あくまで東海道、山陽本線を飛ばして走ってきた特急を直通させ、鳥取に行くことが重要だったのです。そうなりますと、周辺の県ともうまいこと調整をつけなくてはなりません。そこをうまいこと取り込めたのが成功の鍵でしょう。岡山県とか兵庫県は大きなメリットはなかったですからね。いろいろ地域配慮をしているからか、スーパーハクトが岡山県では大原駅に停車することで、地域にメリットをもたらしています。他にも岡山発着の特急稲葉は、津山線と因美線を経由して鳥取駅に向かっていましたが、それが智頭急行経由になってだいぶ速達化されました。そういう意味でもメリットがあるように、鳥取県も考えたのでしょう。いかにも利権が絡んでいそうな話です。こう考えれば、岡山にとってもまんざらではないですね。しかもこの会社は黒字ですから、兵庫県でも引き受けてくれるでしょう。そういうことでうまいこと、経営が成り立っています。かつて、1995年には兵庫県南部地震があり、長期間の運休を開業初期に経験し、倒産寸前でしたが、立ち直り、現在では黒字ですからね。なんとか耐えたといったところでしょう。智頭急行は特急ありきですので、自社特急もあり、展望も楽しめるホット7000系は素晴らしい機動車でしたが、老朽化もあって、30年経過する頃には置き換えるそうです。今後どういう流れになっていくか、楽しみなものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。